こんにちは、ちゃこです。植物園に来ています。ずいぶん長い間来てないですが、いくらかな。入場料200円、温室入場料200円、400円でした。案内図があります。めっちゃ広いですよ。中に入ってみましょう。メインゲートから入ってまっすぐに大きな花壇が見えます。そして右手には別ルートがあります。花壇には色とりどりの花がたくさん咲いています。朝顔みたいな大きな紫の花も。見たことない大きな葉っぱだな。これは木かな？何の木？さてどっちに行こう。右に曲がろう。蓮の池です。あっちの方に人が見える。行ってみよう。蓮の池より大きいよ。たくさんアイガモがいるね。何今の。いや、もっと来たね。食べ物と。あとたくさんの鯉もいるよ。あ、カメ。見える？綺麗だね。もう少し歩いてみよう。水琴窟は18世紀に考案された日本庭園を装飾する技術の一つなんだって。もうちょっと行くよ。どこかな？ここだ。蝶子鉢と竹の棒があるよ。こうやって竹を通して地面の下の水の反響音を聞くんだね。彼岸花も咲いてる。広いので今日はここまでです。ありがとうございました。